はい。今日ですね、その患者様の一日の重みを理解していない PTOT が多すぎるっていうタイトルでやっていきたいと思いますが、まあ、このタイトル見ていただくと分かる通りですね、今日、後輩にちょっと怒ったってことな,ないんですけど、強めにこう注意をしました。まあ僕あんまりね、そう怒ったりしないんですけど、珍しくちょっとね、強めに注意をしました。やっぱりここわかってない人が多すぎちゃうんですよ。今って、やっぱり早めに早期から リアビリテーションやっていかなきゃダメだよねっていうのってもう当たり前じゃないですか。発症早期からどんどんやっていかなきゃいけないっていうのは当たり前でそれは当たり前という前提でやってるわけじゃないですかみんなね。で僕は回復期回復期のリハビリテーション病院に勤めているんですが今そういった意味ではやっぱり急性期で何をやるかってめちゃくちゃ大事ですよね。発症早期からが大事っていうのは当たり前ですけどそうなると急性期から何をやるか大事でで急性期って今 僕の近隣の旧逝はですけど割と早く回復期にあの転院してもらおうっていう流れが結構進んでいて昔は1か月とか長いと2か月とか旧逝にいるっていう人もいましたけど今は長くても1か月もっと早い人は3週間とか2週間もっと早いと1週間で転院みたいな人もいたりしてまあほぼほぼあ急逝期みたいな対応をすることも多いわけですよね。なので まあ急早く早期から何をやるかってすごく大事だし早期から積極的なリハビリテーションをやっていくっていうのはもちろん当然大事になってきますその大事なのはもう当たり前なんですけど改めてちょっとだけ説明して最後にまあそういうことをしないようにしなきゃいけないよねって話をやっていきたいと思います。 早速なんですけどまずあの一つ大事なのは。でファ,スファーストリカバリーステージとセカンドとサードってあるじゃないですか。でまあ残存する質的ゼロの興奮性がなんちゃらとかあのこのネットワークの構築がみたいな時期によってこうやってグラフ円グラフがじゃ円グラフじゃないですね <laughs> こうグラフがこう分かれてるわけですよね。で、えー、まあやっぱりこうこの回復ステージ理論 をベースに考えていくとやっぱり早期からやっていかなきゃいけないことってだんだん決まってくるじゃないですか早期に非麻痺ばっかり使って、えー、半球間抑制を進めて麻痺の機能を落としてどうするんだって話ですよねというののベースになってたりとか、まあ、そういったこれはまあネットで見ればすぐ出てくるグラフがあるんでそれを見てやっぱり回復ステージ理論脳の中ではどんなことが起こってんのかとか、まあ、時期的にどこまでに何をやったらいいのかっていうところを にを基準にするしていくにはやっぱり回復して治療は知らなきゃいけないと思うし、まあ、そのそれに付随して脳の中では発症,発症してからどんなことが起こって何週間ぐらいでそれが良くなってくるのかっていうのも改めて知っておく必要がありますよね僕の動画でも脳腐腫がとかペナンブラがとかディアスキシスがどのぐらいにで期間で落ち着いてくるかみたいなのをまとめてあるのもあるんで、まあ、それも概要欄のところに貼っておこうと思いますのでよかったらそちらを見ていただきたいと思うんですが、まあ、そういった意味でもやっぱり早期から っていうのは回復する理論にも書いてあるしそもそもガイドラインに載ってるんですよね脳卒中ガイドラインやっぱり脳卒中ガイドラインぐらいはちゃんと読んのかなきゃダメですよねで、まあ一応確認しますけどこれ脳卒中ガイドライン2015から引用しました、えー、不動肺腰症候群を予防し早期の日常生活動作向上と社会復帰を図るために十分なリスク管理のもとできるだけ発症早期から 積極的なリハを行うことが強く勧められるということで、グレード A ですね。今一番、あの、エビデンス高いところで、グレード A というのが、あまあ、科学的にも根拠があるというふうに言われているものになっています。まあ、これですよね、もうね、ここに書いてあるわけですから。うん、発症早期から積極的なリハビリテーションを行っていくと。で、その積極的なリハビリテーションの中には、まあ、当然のことながら、まあ、いろんなね、 えー、まあ歩行訓練であったりとか装具を用いた早期の歩行練習とか、まあ、演接触演技であったりとかセルフケアとか、まあ、いろんなものが含まれてきますが、まあ、歩行訓練の量とか立ち上がり訓練の量が大事だっていうのもグレード A でありますよね。まあ、そういったように当たり前のことをちゃんと、ね、ここの基本中の基本ですよね2015ガイドライン。まあ、今2021が出てまして、まあ、うちの病院でも2021購入してもらいましたが、まあ、そこにも。 いと書ててあってやっぱりまあ発症早期からっていうのは特に変わってないと思うんですけどそういった意味ではどんどん発症早期からどん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 やっていかなきゃいけないリハビリをねリハビリテーションを進めていかなきゃいけないでそこには歩行ある程度まあもちろん患者さんによりますよ患者さんによっていろいろ評価してその人に合ったその人の目的とか目標とかまあいろいろねそれはまた別個の話としてそういう 個別性をしっかり見た上で早期から積極的に開始していく方が効果的だよねっていうデータがいろいろ出てるじゃないですか。なのであくまでも評価ベースにして積極的にリハビリテーションを介入していくと。でその人は例えば歩きたい歩けるようになりたいとか手が使えるようになりたいとか言っている方であればもう当然のことながら歩行練習を多めにしたりとか。 えとまあ規則を生活の中で使っていくためにもモーターアクティビティログを使ったりとか泳いと QM をね取ってねあのモーターアクティビティログを使っていくとかもうエビデンスがすごく高くてやった方がいいこといっぱいあるんですよ。なのにもかかわらずですね僕の病院ではまだこんなことやってる人いるんですけどお前の技術発表会じゃねえよというぐらいの感じでこうなんかプラットフォームにねこう寝かせてでなんだかこう。 なんかこういろいろこう手,手をこうな,な,んだなんだかわかんないですけど主義みたいなやつをやってほらちょっとここが変わったでしょみたいなのを後輩にこう見せつけてるわけがないやつがいるんですよね。でそういう,もうお前の技術発表会のためにこの患者さんの一日の,この重み分かってないわけですよね。その方は今回発症してしまってそっからリハビリテーションして良くなろうとしていると。 で、やっぱりその、発症早期に、しっかりやったことが、後々まで生きてくるわけですよね。発症早期にやることってすごく大事だっていうのは、まあデータ的にも出てますし、やっぱ発症早期の1日っていうのは、やっぱ重みが違いますよね。そんな中で、わけがね、セラピストが、なんかよくは、ね、技術も大したことないやつが、こう、技術発表会のごとく、プラットフォームで、こう、寝かして、こう、なんじゃなんじゃやって、こう、みたいな。やってる場合じゃないと。 後輩への知識、マウント大会じゃないんだよ。っていうところをちゃんとやっぱり言っていかないゃダメですよね。まあ、僕はその辺もこれね。あの言いましたけど、あのはっきり。その僕の後輩が後輩に対してなんか色々やってたんで、そうじゃないと普通にこう書いてあるし、あのその人にとって必要なものはそれじゃないっていう話をしました。やっぱりまあその主秘義務があるんで、その詳しい内容は言いませんが。あの発症早期。 に限らずなんですけどそのなんかどこで習ってきたんだかのよくわかんないなんか特殊な技術をこう見せてはい良くなったこれのに何の意味があるのかっていうところをもう一回ですねそういうセラピストたまにやっぱいるんでうん非常に良くないなって僕は思っていますなので患者さんの一日の重みを理解して、えー、やっていかなきゃいけないな というのを強く今日は思ったのでそんな動画を撮らせていただきました。え僕の動画では今日はちょっとね変わってないようになってしまいましたが僕の動画では臨床の話を中心にやってますので何かね皆さんの臨床のヒントになればいいなと思っていろいろとやっています。まあ、こういう人がいたら注意することをお勧めします、はい。というわけで最後まで聞いていただいてありがとうございました。失礼します。